はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第179回でございます。今回テーマが2月の一発目になりますので、2月は何をすればいいのかっていう、まあそれについて話します。まあこれはメールとかの相談でもものすごい多いので、まあそれについて話していければと。で、あとは一緒に勉強しようシリーズについてっていうのと、イベントについてっていうところを最後話しますので、まあもしよかったら全部ね、聞いてみてください。じゃあ、行きましょう。で、まあ、2月になりました。基本的には受験生向けに話しますが、まあ、受験生じゃない、中1、中2、高1、高2、あと小学生とかもそうだね。の方にも、まあ、少し話できたらなと思うんですけど、まず、受験生は、今月、まあ、高校受験の公立組の方は、あ、どうでもどうだろう。地域によっては2月の方もあるのかな。自分がね、住んでる地域とか、まあ、塾講師やってた時のところは3月の頭に、公立入試がある。だから3月のイメージが強いんですけど、まあ、今月末か、3月の頭とかにあると思います。で、まあ、大体も約1ヶ月をもう切るといったところになるんですが、やることは基本的に変わらないです。はい。なぜかっていうと、これは受験勉強も、普段のテスト勉強は普段のね、勉強もそうですけど、勉強っていうのは大きく分けて自分は2つあると思っていて、新しいことをできるようにするっていうのがまず1個です。ね。解けなかった問題を解けるようにするとか、知らなかった言葉を覚えると、新しいことを覚えるっていうことだね。これが1個。で、基本的にはみんなそれを勉強って言います。ってか思い込む。基本的に。でもそうじゃなくって、勉強っていうのはもう1個の側面があって、覚えたものを忘れないようにするっていう。だから頭から抜けないようにするっていう。この2つがセットなの。大きく分けると。新しいことを覚えるっていうのと、覚えたことを抜かないようにするっていう、この2個ね。で、両方の側面をしっかり意識するの、勉強っていうのは。で、まあそういうのをね、前も話しましたけど、で、これからあと1ヶ月、まあ1ヶ月ないぐらいだよね。で、もちろん新しいことを覚えるっていうのも大事です。自分ができない単元をできるようにするとかも大事だし、それもいいんだけど、これまでいろんなことを勉強してきたじゃん。で、やっぱり人だから忘れちゃうのね。で、その忘れちゃったかなとか、一回間違った問題、例えば問題集に間違った問題チェック入れてる子とかもいると思います。だからそういった方は、そこを重点的にやったりとか、自分が苦手だなと、ちょっと弱いかなって思う単元、理科だったら自分電気がちょっと弱くてって思うんだったら理科を重点的にやったりとか、そういった風にやったらいいんです。特別、2月だから新しいことしようってのは別にいらないの。今まで通り、同じようなペースで走ってくれたらいいです。いいかな。もう受験直前だからやばい、もっともっと頑張んなきゃっていう子もいるんだけど、わかんないよ、わかんないけど、基本的にみんな頑張ってきてるから、もうここまで。で、それをもう一個、例えばね、ギアを上げてもう一段階ちょっと走、もっと早く走ろうみたいなには自分は思わなくていいと思います。うん、もちろんそれでね、それで不安が解消されると、いっぱいね、思いっきり走ることで不安が解消されるんだったらいいんだけど、それで疲れちゃって、心がね、疲れてバテちゃう方が怖いの。ずっと言ってきたけど、受験勉強はマラソンなの。短距離走じゃないんだよね。だからゴール前だからダッシュしてもいいかもしんないけど、それでまだ1ヶ月だから、1ヶ月しかないって思うかもしんないけど、逆で1ヶ月もまだあるんだよね。ここで一気に踏ん張ってしまって、例えば体調を崩すとか、もうもってのほかだよね。もったいないし、時間がさ。それもあるし、心がね、まあ、疲れ切っちゃうっていうのも怖いので、いつも通りのペースでやっていったらいいかなと思います。ただ、もうちょっと頑張れるかなって、もうちょっと頑張った方がいいかな、走れそうだなって思うんだったら、それは止めないです。うん。きっとその感覚は、みんなが自分自身が一番わかる。俺よりもね、家族よりも、みんな自身だからそれは。だから自分に問いかけて、そこは決めてもらえたらいいんですけど、結構ね、やっぱり受験直前だから、もうめちゃくちゃ頑張んなきゃ、みたいな、いうふうに思う子がいるんだけど、そうじゃない。今まで走ってきたペースを変えずに、ペースを落とさずに、やっていけるようにしたらいいと思います。うん。で、大事なことはさっき言ったように、新しいことを覚える。それも大事です。大事ですけど、今までできた問題、できるようにした問題が忘れてないか、ね、そういったところをチェックするっていうところもぜひこの1ヶ月意識してやっていってください。でも一番は体調管理だからね。うん、自分もこの前体調崩しちゃったからさ、あんま人のこと言えないんですけど、体調管理気をつけてね、さあラストスパート頑張っていきましょう。はい。
で、あと、1年生、2年生とかね、あと小学校の子はなんかは、まあ、3月に春休みが来ますと。で、おそらく、2月に最後の定期テストが来ると思います。おそらく3学期制も2学期制も来ると思うんだけど、1年の最後です。ここね、いい形で終わろう。1年の最後。最初のテスト、1年生、2年生の最初のテストも大事なんですけど、やっぱ最後のテストはすごく大事。なぜなら、結構、それが終わってから次のテストまで間が空きます。2年、例えば中2だったら、2年生の最後のテストから3年生の最初のテストまでの時間が空くの。定期テストね。なんだ、休み明けの、なんだ、宿題確認テストとかは入れないね。普通の定期テストだけ考えると期間が空いちゃうのね。で、やっぱり2年生の最後、1年生の最後を、あ、いい感じで終われたって思うこと、あ、やらかしたわって思う子。何が変わるって、次の学年のスタートの意識が全然違う。例えば、いい形で終われた子は、いけそうな気がするんだよ、次の学年も。もちろん、ちょっと意識を変えちゃうと油断にはつながるよ。でも、うまく持ってったら、3年生も頑張っていこうって、やってたらいける気がするって思うんだよね。でも、最後こけてしまうと、うわぁ、これ絶対3年になってもまずいじゃん。って始まるんだよね。これってすごい大きな違いになるの。学年が変わった時ってクラスもやっぱり変わったりとかするので、意識しないところでやっぱりストレスかかるんだよね。環境が変わるからさ。で、その時に、やっぱこう、ね、勉強面の意識も下がってしまうと、なんかこうね、負のスパイラルというか、どんどんね、落ちてっちゃうんだよね、気持ちも。うん、で、そこのスパイラルにはまってほしくないので、ぜひ、この最後の定期テスト。もうね、なんだろうな、持てる力を全部使って後悔のないようにやってください。で、基本的には、テストを2週間前にテスト範囲が出ると思います。大体の学校がね、もちろんちょっとずれるかもしれないけどさ。で、テスト範囲っていうのは、前回のテストの最後。ね。その、例えば、数学 P120 ページまで、前回のテスト出たんだったら、次は121から基本的に始まるの。たまに、その前の単元も出したりとかすることもあるけど、121からは確実に出るはずなんだよね。っていうのが分かってるから、そっから復習しておくの、今の段階でね。テスト範囲でなきゃテスト勉強できませんって言う方もいるんだけど、そうじゃなくって、テスト範囲はある程度予想できる。ただ、終わりの部分がどこまでかっていうのは微妙なんだよね。学年最後だから教科書最後までかなって思うんだけど、たまにそこまで間に合わなくて、最後まで行かない先生とかもいるんだよ。だから、その後ろの部分はまず気にせずに前からやっていく。ここは絶対出るだろうっていう部分をね、今から復習しておく。で、今までテスト勉強をね、例えば2週間前にテスト範囲が出たけど、1週間前からテスト勉強を始める子もいると思います。実際自分もそうだったし、中学の時に。でも、テスト勉強の時間をちょっと長めに取るっていうのをだんだん慣れていった方がいいです。学年が上がれば必ず勉強も難しくなります。で、同じテスト勉強のペースでやっていったら勉強難しくなっていくから順位下がるからね。自動的に。やっぱりそのペースっていうのを長めに取る。長めの期間を使ってテスト勉強するっていうのを徐々に慣らしていく。それを学年最後のテストでバシッて決めれたら次の学年もいけるから。ね、ぜひそこを意識してやってみてください。いいかな？ね、受験生の方も、そうじゃない方もそうですけど、まあ、受験生の方はね、ほんと受験っていう、そうなんだろう、本番っていう舞台になりますので、心から応援してます。で、その1年生、2年生の方もね、さっきも言ったように、1年の最後、集大成になりますので、まあ、一つの学年のね、ぜひここで、いい結果を出して、いい春休みを迎えてね。で、次の学年、楽しくというか、気持ちよくいけるように、ぜひね、最後、頑張っていきましょう。で、最後、一緒に勉強しようシリーズについてなんですが、これね、ツイキャスではこの前絶対話したんですよ。で、ダラダラ上で話したらちょっと忘れちゃったんですけど、今のところ、30分、60分、90分っていう3パターンのね、一緒に勉強しようシリーズの動画をアップしてて、たくさんの方にね、使ってもらえてすごく嬉しいんですが、120分のリクエストを結構前からいただいていて、で、まあ、撮りますっていうのをツイキャスでは言ったの。ごめん、ダラダラちょっと忘れちゃったんだけど。で、ここね、4日間ぐらい、4日間かな ?5 日間ぐらい、夜ね、ちょっとチャレンジしてるんですが、120分で2時間でしょ。で、撮ってる間にね、やっぱね、子供が夜泣きで泣いちゃうんだよね。特に下の子が。まだ0歳なんで。で、やっぱり寝かしつけっていうか、ちょっとね、奥さんだけに任せるのは申し訳ないから行くんだよ。で、
その間やっぱ泣き声も入っちゃうし、で、行っちゃうじゃん。だからいなくなるじゃん、俺が。で、その部分を編集で切って、繋いでももちろんいいんだけど、その、一緒に勉強しようシリーズは編集しちゃったら意味がないと思うのね、個人的に。だから、今4回5回チャレンジしてちょっと失敗しちゃってるんだけど、今日、これ今ダラダラ撮ってて、で、日曜の今日の夜ももう一回チャレンジしてみようと思ってるんですが、来週でねや、今週の水曜日、ごめん、今カレンダーないからちょっと日付がわからないんだけど、水曜日までに、その120分の動画のがアップされてなかったら、ちょっと今年は諦めます。はい、ね、なんだろう、もう何回もチャレンジして、ね、もうアップするって言って申し訳ないんですけど、で、水曜までにアップ、成功したら必ずアップしますので、まあ、もしね、受験終わっちゃったよっていう方もいるかもしれないんですが、使えるようだったら最後使ってみてください。で、この一緒に勉強しようシリーズなんですが、最初の頃は30分とかも撮り直しますって。30分かな？一回撮り直したんだよね。60分だっけな。でもやっぱり撮り直しっていうのは、あまりこう、見てると効果がないというか、ね、最初のいっぱいやっぱ使ってくれてるので、人がくれんじゃねえや。1年度。今年例えば3月で学年が終わるじゃん、みんなが。そしたら、4月以降には30分、60分、90分、120分を必ず撮り直します。これ意味わかるかな？うまく伝わるかな？なんか、学年が変わったら撮り直そうかなと思っていて、そう。なので、今年、3月の終わりまでは、今アップしてるものだけになりますので、まあ、もし使えるようだったらね、このまま使ってみてください。なんか、本当はね、ちょっと裏事情を言うと、再生数が多分全部10万回ぐらい超えてるんですよ、勉強しようシリーズって。で、再生数が多い方の保管してる方がいいんですよ、撮り直しをしない方が。いいんですけど、いろんなね、使ってくれてるこの声をね、コメントとか声を聞いてると、やっぱり新しいのがあると、やっぱり気持ち、なんかね、普段喋ってるのと違うのだから、やる気が出ますっていうのをよく言っていただけるので、じゃあ学年が変わった時ぐらい、撮り直そうかなと思います。それでやる気になってもらえるんだったらね、それで前のも使ったり、じゃあ新しいの使おうって使い分けてもらっても構わないわけだし、まあそんな感じで思っておりますので、よろしくお願いします。で、ラスト、イベントについてです。先週のダラダラジオで、3月のね、末にイベントをするっていうのを発表しました。まあ、みんなのところにね、実際に会いに行くっていうイベントなんですが、2月の9日の、まあ、23時59分、肉の日のね、日付変わる瞬間までが、締め切りになってるんですけど、すでにすごいね、たくさんの方から申し込みいただきありがとうございます。で、2月の9日が終わって、まあ、締め切りが終わってから、なんだろうな、みんなの駅名とかさ、コメント見ながらルートを決めるんですよ。こういう風に行こうみたいな決めて、で、多分2月の最終週に当選された方というか、実際に会いに行く方に連絡をしようと思っております。で、ただね、駅名を書いて、俺が悪かったんだけど、駅名を書いてもらうときに都道府県名を書いてもらうのを忘れてしまって、もしこれから応募しようと思ってる方は都道府県名をぜひ書いてください。これなぜかっていうと、駅名って同じ駅名何個かあるのあるんだよね。そう。で、今ちょっとそれでね、何人かちょっと確認したらあって、そう。で、まあちょっとそれはね、まあなんとかこっちで対応しようと思うんですけど、これから応募する方はぜひ都道府県名もよろしくお願いします。で、あと重ねてのお願いになるんですが、保護者の方向けに動画を撮って、それをね、実際見せてくれて、なんだ。ダメと言われたっていう声もね、結構いただいてます。で、なんかそれですごい、そのメールとかでね、ダメって言われましたって、なんとか説得できる方ないですかとか、もうマジムカつくんですけど、みたいなね、書いてあったりするんですけど、何度も言いますけど、で、このイベント主催しといてこんなこと言うのあれが、だけどさ、心配するのは当然なんですよ。ネットを介してる関係でしょ？実際の学校の先生ではないからさ、特にやっぱり自分が男なんで、女の子の親御さんは心配するので、そこは粘らずでお願いします。説得しようとかっていうのはね、思わずで、そこだけ本当によろしくお願いします。ね、これね、こんなイベントっていうか、これしか主催できなかったんで申し訳ないんですが、そこのご理解いただければと思います。では、今回はハイチのダラダラジオ第179回、2月は何をすればいいのかについて話していきました。今回もね、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、そうそう、結構受験に合格しましたっていうのをメールとかツイッターのね、リプとか、あとコメント欄でもいただいてます。本当にね、ありがとうございます。テストに上がったとか、あと学校の先生に褒められましたとか、もうすげえ嬉しいし、やっぱりこう受験に受かりましたっていうのはね、めちゃくちゃ嬉しいです。
で、何が嬉しいって、まあ、自分の動画がね、ちょっとでもお役に立てたってことも嬉しいんですけど、そのコメント、なんだろう、言葉文面じゃん。表情見えないんだけど、もうね、その文、なんだろうな、うまく言えない。文面と使ってくれてる顔文字とか絵文字の感じから、すごい嬉しそうにね、書いてる姿が目に浮かぶんだよね。だから受験やっぱり頑張ってきて、そうやってやった、頑張ってきてよかったって思ってくれてるかなって思うと、それが嬉しい。うん。それがなんか、メールの先のその表情が見える感じがね、すごく嬉しいです。本当にね、送ってくれた方ありがとうございます。全員にね、ちょっとメール返せたりしてきてないんで、本当申し訳ないんですが、この場を借りて、お礼をね、言わせてください。本当にありがとうございます。で、まあ、もうね、まだ受験が残ってる方、多々いらっしゃると思います。途中でも話しましたけど、一番は体調にまず気をつけていただいて、今できることをね、一歩ずつ、そんなに一気にね、人は変われないから、一歩ずつ一歩ずつ進んで、一個ずつできることを増やして、受験本番、ぜひね、迎えるようにしてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。